はい、どうもこんにちは、ワッフル。いつもお世話になってますワッフルですけどね、違う、3月の1日のね、金曜日からね、ちょっとワッフルコールの話します。金曜日からね、静岡県伊豆スカイラインからお届けします。2エリアですね、2エリアで、ここね、1も2もね、届くらしいんでね、1の人も2の人も、で人もお越しくださいとね、あ、聞いてくださいね。伊豆スカイラインの滝地山園地っていうところがやりますと。でね、3月の2日土曜日にはですね、10時から16時で、ワッフルウィズルクランミーティングイン2エリアってなります。ルクランっていうのはね、LCR ね、なんだっけ、省電力コミュニティ無線だっけね、ちょっと詳細な名称はね、ここに出しときますけど、 LCR のミーティング、ルクランミーティングイン2エリアってのがあります。つまりワッフルミーティング、いつものね、何もしないね、ぼーっとしてるミーティングにルクラね、 LCR 好きな人が集まるってミーティングが合体します。でこれが、10時から16時とね、皆さんふるってお越しください。場所は伊豆スカイライン滝地山園地駐車場です。ここへ来てもらえば、僕がいるんで大丈夫ですと、ね、そのルクラね、 LCR のロールコールとワッフルミーティングの共同開催ですね。でいつも通り参加は無料、入退場も自由だから、10時から16時って言ってますけど、別に何時に来て何時に帰っても構わないと。で来たらなんか、僕からなんか適当なカードとかね、ステッカーとかなんかあげるよと、まあね、適当にあげますと。で、LCR のところにね、興味ある人ね、ぜひ来てください。で持ってなくてもいいし、持ってる人はね、持参してね、一緒に更新しましょうとね。で、まあね、LCR 関係ないワッフルミーティングの人もどんどん来てくださいとね。いや、ウィズルクランなんでね、まあ、ルクランの関係あったりなかったり、あるいはワッフルコール関係なくてルクランに興味ある人もどんどんお越しくださいと。これが3月の2日の土曜日、10時から16時ね、なんですけど、詳細はね、ルクランのね、公式ブログがあるんで、そちらにね、記事がありますから、そちらへぜひともね、確認に行ってくださいと。リンクね、貼っときますんでね、概要欄にね。はい、まあ、そんな感じでね、来週のね、金土日ね、またワッフルコールイン2エリアね、静岡です。で土曜日はワッフルウィズルクランミーティングイン2エリアとね、2エリアの皆さんにもご挨拶と。最近ね、1ばっかりだったんでね、2ちょっとご無沙汰してましたからね、前の、ワッフルミーティングイン2エリア以来かな、約ね半年ぐらい空きましたけどね、またお邪魔しに行きますんでね、よろしく。で、ね、開催については関係各位の許可はもういただいてますんで、安心してくださいということでございますと。ね、伊豆スカイライン、僕もね、行ったことあるかな、ちょっと楽しみなんでね、ぜひともよろしくお願いしますということでございました。それではね、以上、ワッフルウィズルクランミーティングインツエリア、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。73